ちは、トミーです。今日は春の新作コスメをご紹介していきます。ぜひご覧ください。はい、ということで皆さん春はいかがお過ごしでしょうか。私はまだ春らしいことがあんまりできてなくて、一回ねお花見見に行ったけど、ちゃんとご飯食べたりとかはしなかったので、そう、明日ねやっとお花見でちゃんとみんなで大勢でブルーシート敷いてお花見をしたいと思います。はい、では本題に。春コスメ皆さんゲットしましたか？やっぱり季節が変わるとね、すごいテンションが上がりますよね。春コスメとかお洋服も変わったりとか、春色カラーになったりとか、なので今日はコスメをご紹介していきます。早速ご紹介します。じゃん、こちらヒンスのニューデップスアイシャドウパレットです。これがねすっごい、もうパッケージからしてピンク色で桜っぽくて春らしいんですけど、じゃーん、めっちゃ可愛くないですか。鮮やかなブルーがねすごい可愛い。これが09番のインモーションです。でね、ヒンスすごい新作めっちゃ出てて、アイシャドウパレットでも6個出てる。で、このインモーションが日本限定らしいんですよ。そう。で、あともう一つあるのがこちら。この色もね、すごい使いやすくて可愛いんです。これがインフロー10番。これもね、可愛い。なんか、割と多分ブルベ向けの色なのかなって思うんですけど、私、エベ春なんですけどね。全然使いやすかった。可愛いです。このパレット、こことここがすごい鮮やかな色で可愛いんですけど、花びらみたいで。でも他は割と落ち着いた色というか、すごいね、重ね付けしても変化にならないような色味なので、すごい使いやすいです。私はそうですね、こことか、あとはここをベースに使うことが多いです。すごい肌に馴染むカラーで、見えるかな？すごい肌に馴染むからベースで広く塗っても全然浮かない。私はじゃあこの色をベースに塗ります。めっちゃ綺麗なベージュ。結構発色もねしてくれるので、このくらいでしっかり塗れてるかな。こことかの色がねすごい綺麗なんですよ。パールがしっかり入ってて、こんな感じ、めっちゃ綺麗じゃないですか。光に当たるときらめく感じ。このブラウンめっちゃ可愛い。ちょっとこれを私は二重幅に塗ります。ちょっと広めに塗ります。こんな感じ、可愛い。パッと明るくなりますね。そんなすごく発色が濃いねブラウンじゃないから、ベースに重ねても全然いい感じ。そしたらここのピンクを下まぶたに塗ります。発色いいですね。広めになりました。はい、そしてここのブルーをね塗りたいんですけど、これねヒンスのビジュアルがヤギリカコさんで、すっごい可愛いんですよ。でこのブルーを上まぶたにね全部塗ってるのがすっごい可愛くて、でもちょっと私の顔は似合わなそうなので、ちょっと今日はやめます。あれ似合うのすごいですよね。でも塗ってみようかな。いつもピンクメイクなのでちょっと塗ってみるか。劇団っぽくならないか心配ですが、発色めっちゃいいですよね。可愛い。意外と劇団にならない。可愛い。どうですか？なんか目尻だけに塗っても可愛いですね。こういう感じでも可愛い。でも全部に塗っても可愛い。今日はちょっと全部に塗ってみます。こういう系の色ってね勇気いりますよね、寒色系って。おー、どうでしょう。なんか思ったより変じゃないかも。ブルーがねすごい発色いいです。ブルーをね塗ったので、ここのブラウンを玉ぶたにのせます。かわいい。こんな感じ。はい、でこっちの10番
ここのラメがすごい可愛くて、こんな感じ。ちょっとね、パープルが入っていて、偏光パールも入ってるのかな。すごい可愛いですよね。これをじゃあ下まぶたにのせよう。真ん中にのせます。ここにね、最近黒目の下にちょんとラメをのせるのがブームです。可愛い、パープルだ。どうでしょうか。こんな感じ。この辺りもすごい優しいピンクでね、可愛いです。柔らかい色、私がすごい好きな色。そしてこのブルーがすごいネイビーっぽくて、結構ね、発色がここで見、パレットで見るより手にのせた方がシアー感って使いやすそうじゃないですか。そう、このブルーもめっちゃ可愛いんです。でもちょっとブルーブルーになってしまうので、また今度。パールが入ってるからそんな重くないんですよね。そしてヒンスはリップもあります。じゃん。こちらがムードインハンサーマットの M016 番スウェイです。これがね、ヌーディーピンクベージュ。これ色味がね、こんな感じで柔らかいベージュ、ピンクベージュ、めっちゃ可愛くないですか。これすごい使いやすそうしね、伸びがすごいいいんですよ。サラサラってかけちゃうし、発色も良いと。あともう一色あって、こちらは M017 番のプラシドという色味。これがね、違うモーブピンク、大人っぽくて、あー可愛い。私はこっちの方が好きかも。ちょっと青み系が入ってるかな。016番は昼間の花びらで、モーブピンクは夜空が投影された花びらを表現している。そう、このコンセプトもすごい素敵ですよね。私はちょっとモーブピンクを使います。うん、発色がやっぱりいいです。マットなんですけど、軽いマットだからね、塗りやすい、エアー感がありますね。こんな感じの色、可愛くないですか。ブルーとも相性がいいですね。はい、ではお次はマスカラです。じゃん。こちらディーカのマスカラです。これがね、新作のチャイティっていう、ね、色味で、ブラウンがね、めっちゃ可愛いんですよ。この意外とディーカのマスカラってこのブラウンがなかったみたいで、これが4月1日に発売されたチャイティ、かわいいし、これね、保湿成分が入ってるらしくて、そう、だから目元に優しいんですよ。ありがたいですよね。実際に塗ってみます。なんかね、シルクが配合されてるらしくて、すごい一本一本をね、スパレートしてくれるんです。私の細いまつげさんも伸びる。しかもめっちゃ柔らかいブラウンですね。すごいかわいい。はい、塗りました。わかりますか。すごいブラウンが柔らかくて、このブルーと相性がいいですね。かわいい。じゃあ次はリップがこちらのシュー上村のキヌケアだっけ、キヌケアグローアップです。これがね、全部で10色あるんですよ。見てるかな、難しいね。これがね、めっちゃ可愛くて、質感もめっちゃいいんです。そう、色持ちもね、めっちゃ良くて、ちょっと実際に塗ってみよう。ちゃんとリップを落とします。特に好きなやつを塗っていきます。176のルビーグレープ、この色がね、めっちゃ可愛いんですよ。ブドウっぽい、赤っぽいブドウの色。なんか最近はちょっとパープルにやっぱ惹かれてるかもしれない。これをこんな感じで、発色がめっちゃいい。一度塗りでこんな感じ。これでも一度塗りと二度塗りと三度塗りで全然ね、違くて、一度塗りだけですごい発色がいいので、この色は一度塗りでいいな。二度塗りかわいい。ほんと塗った瞬間にあの粘膜に密着してくれる感じがあるので、ほんとね、私結構唇舐めちゃう癖があるんですけど、全然落ちないと。3度塗ると、もう結構、うん、
すごい発色がやっぱ全然違いますね、一度塗りと。こんな感じの色味です。この色は私は一度塗りが好きかな。結構強めな印象になるね。とティッシュオフしても、ね、全然つかないんですよ。めっちゃ長持ち。あとはじゃあ春っぽい色をご紹介。555、このオレンジのシアーな感じがめっちゃ可愛い。あれはこうイエビ春の人すごい好きですよね。がこの色も可愛い。356、こんな感じの色、さくらんぼっぽい色ですね。可愛い。で私はよくつけてるのがこのブラウン、めっちゃ可愛いんですよ。ちょっとこれは唇につけたい。793番、可愛い。ブラウンすぎないのがいいですね。ブラウンすぎると結構モードっぽくなっちゃうけど、赤みも入ってるので漏れる。一色で一度塗りでこんな感じ。めっちゃ発色いいですよね。可愛い。むっちりリップがすごい好きなので、あの質感本当にありがたいです。じゃあお気に入りこのリップ、はい、こんな感じです。インスタでね全色塗ってるので、気になったらぜひ見てください。これが3月26日発売なので、もう発売されております。はい、ではあともうリップもう一個あって、じゃん、こちらルナソルのリップです。これがルナソルフュージングカラーリップス02番。このねシアーな質感のリップがめっちゃ可愛いんです。軽くて。この02番とこれはベージュ、ブラウンベージュ、この04番、これがねめっちゃ可愛いブラウン、こんな感じ。これは人気出そう。オレンジブラウンかな、04番。これがね2月9日なんで、割とちょっと前に発売されてました。で発色あって、この EX02 番もねめっちゃ可愛い、テラコッタみたいな色なんです。ちょっとでも私はこの04番塗ってみます。これがめっちゃ可愛いんですよ。さっきのあのシューと違ってね、すごいシアーな感じ。美容液入ってんのかなぐらい潤うんですよね。一塗りで発色すごくないですか。めっちゃ可愛いし、肌に密着してくれるので、これも色持ちがすごいいいです。この色大人って可愛いんだよな。最近のお洋服にすごい相性が良くて、これもよく使ってる。髪色とも相性がいいですね。この04番は結構推し面です。推し色。お次はクリニックです。じゃん、こちらのチーク、これめっちゃ可愛いですよね。見た目もすごいなんかね、ガーベラがね型押しされてるらしい。めっちゃ可愛い。こっちがバレリーナホップの21番です。アットコスメとかでもすごい人気で、なんかランクインされてた気がする。ちょっと今筆がないので手で塗ります。ほんのりピンクなんですよ。めっちゃ春っぽくて可愛いですよね。上品なピンクですね。ついたかな。ほんのりのせました。めっちゃ綺麗じゃないですかこのチーク。なんかねツヤがすごい、光を集めてくれるので、なんかこうやった時にツヤがすごいんですよ。めっちゃ可愛い。このパープルも塗ってみよう。反対側に塗りますね。パープルのチークってあんまり使ったことないんですけど、なんかね思ったほどパープルがね主張しすぎないから、なんか使いやすい気がする。こんな感じ、わかりますか違い。こっちがピンクで、こっちがパープルです。若干違いますよね。でもパープルもめっちゃ可愛い。うん、なんかよりポッとしてくれる感じが今っぽいですね。可愛い。ツヤが本当にね綺麗。クリニークさんのチークは初めて使ったんですけど、めっちゃいい感じ。はい、では次がこちらもクリニークのハイインパクトアイシャドウスティック03番のストロベリーチョコレートと、こっちが04番のカフェオレ。これねすごいのがクリームとパウダーがついてて、両方ついてるんですけど、こっちがクリームになってて、めっちゃ可愛いんです。これが滑らかで見えますか。
可愛くないですか、光に当たるとね違くなるの。しかもめっちゃスムーズに描ける。でアイシャドウで他にも使えそうですよね。リップとかにもなんかこのここととかに塗ったらめっちゃ可愛いと思う。とこっちはパウダーになっていてこんな感じなんですよ。そう、1本でね2つの質感が楽しめるのめっちゃ嬉しいですよね。このブラウンが超使いやすい。綺麗、光に当たると光沢感があってすごい上品な色味です。これとあともう1つこっちね、カフェオレ、こっちが透明感のあるカラーです。こんな感じ。こっちも綺麗、淡いブラウンって感じですね。はい、こっちは割と濃いめのね色味、ダークブラウン。なじませるとこんな感じ。これはすごいね使いやすいです。これがめっちゃ可愛いんだよな。なんか大人っぽいメイクになる。多分この光沢感かな。ちょっとアイメイクを軽く落としてきました。03番のストロベリーチョコレートを使います。このねクレヨンタイプだからめっちゃ使いやすいですよね。スルスル描けるのがいいですね。こんな感じの色味です。かわいい。ベースにも使えるし、まあ、これ単色でもね光沢感がすごいので涙袋にのせるとすごい、わかりますか違いが。めっちゃ急に涙袋ができる。簡単にできるからいいですね。ほらこんな感じ、こんな感じです。そしてこっちのパウダーの方を目尻にのせます。でぼかします。これね、すごい立体感出してくれるんですよ。こんな感じ。ちょっと下にも。めっちゃ立体感出ません？めっちゃ良くないですか？すごい簡単にグラデーションが作れるので、メイクそんな得意じゃない方でも使いやすい。じゃあこれ、最近はよく使ってる。いつも使ってるやつより濃いめなのでね。かっこよくなる感じがします。涙袋すごくない？すごい。これは2月9日発売されております。皆さんも春コスメでおすすめあったらぜひ教えてください。では春メイクして春を楽しみましょう。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちゃんとリップを落とします。